コワーキングとは、事務所スペース、会議室、打ち合わせスペースなどを共有しながら独立した仕事を行うとも働きワークスタイルを指す。一般的なオフィス環境とは異なり、コワーキングを行う人々は同一の団体には雇われていないことが多い。通常、在宅勤務を行う専門職従事者や企業家、フリーランス、出張が多い職に就く者など、 比較的孤立した環境で働くことになる人が興味を持つことが多い。コワーキングは独立して働きつつも価値観を共有する参加者同士のグループ内で社交や懇親が図れる働き方であり、コスト削減や利便性といったメリットだけではなく、才能ある他の分野の人たちと刺激し合い、仕事上での相乗効果が期待できるという面も持つ。 コワーキングが行われる環境は、シェアオフィスやレンタルオフィスとは異なり、実務を行う場所が個室ではなく図書館のようなオープンスペースとなっている。また、すべてのスペースを共有したり、イベントを行ったりといった試みを通して参加者同士のコミュニティ育成を重要視する傾向が強いことも大きな違いの一つである。カリフォルニア州サンフランシスコのシチズンスペース一部の コアーキングスペースは固定した仕事場に留まらないノマド的な IT 系企業家がカフェや小規模、自宅オフィスでの孤立した仕事環境の代わりとなる場所を求める動きとともに発展した。2007年に行われた調査で多くの非雇用者が在宅勤務を行うことによって孤独を感じたり対人交流がなくなってしまうことに不安を感じていることが分かった。また、 およそ3分の1から半数の民間、行政労働者は自宅での仕事を望んでいないと回答したコワーキングは多くのフリーランスの人々が在宅勤務において直面する孤立感という問題を解決すると同時に家庭で働くことによる集中力低下となる材料を回避することもできる。ビジネス促進施設、インキュベーション施設、ビジネスエグゼクティブ向けオフィスなどは コワーキングのモデルには当てはまらないように見受けられる。これらにおいては、社交性、コラボレーション的要素、形式張らないインフォーマルさといった面がなく、利益よりもコミュニティに焦点を置いた共同組合的な管理形態ではないのがその違いであると言える。海外では、コワーキングに参加者は、バーキャンプの参加者でもあったり、その他のオープンソーステクノロジーに関連した活動に関わっていることが多い。 コワーキングスペースは、現在、世界中の都市にオープンしている。コワーキングの元々の大きな目的は、物理的な場所の確保だけではなく、コワーキングコミュニティをまず確立することにもある。コワーキングの利点は、コワーキングスペース以外でも体験することができ、スペースをオープンする前の段階でコワーキングコミュニティを築くことからスタートしていくことが進められている。 しかし、新たにコミュニティを確立するのではなく、立ち上げの際にイベントを行って、ターゲットグループを引きつけることによって既存コミュニティの一部を取り込むコワーキングスペースもある。コワーキングコミュニティの多くは、個人宅やカフェ、ギャラリー、多目的スペースなどでカジュアルコワーキングイベントを行うことによって形成されている。これらのイベントの間に参加者は、コワーキングの利点を経験し、 お互いを知ることができる。これには、後に、コワーキングスペースに加入する際の心理的障壁を下げる効果がある。2011年1月にアメリカで発表された調査結果によると、コワーカーの多くは20代後半30代後半で、平均年齢は34歳。3分の2が男性で、5人に4人が大学を卒業した後に就職している。大半が、 クリエイティブ業界、またはニューメディア関連の仕事を行っており、フリーランスとして働いているものが半数よりやや多い割合を占めている。しかし、特に給与所得者の割合が35%を占める、米国において大企業のコワーキングへの試みが増えるに従い、サラリーマン層の割合も増えてきている。コワーキングという用語は1999年にバーニーリコブンが 初めて使用し、ブラッド・ニューバーグが2000年代初期から q 2語グループと呼んでいた物理的な空間のことを表現するために2005年から使い始めた。ニューバーグ氏はサンフランシスコにハットファクトリーというコワーキングスペースを作った。これは IT 系の3名が入居する住居とオフィスが一体化したロフトで日中は他社にもオープンになっていた。彼は最初の ワークオンリーコワーキングスペースであり、世界的な広がりを生み出すきっかけとなったシチズンスペースの共同創始者の一人でもあった。現在では6つの大陸にまたがって、世界中に400カ所以上のコワーキングスペースが存在している。サンフランシスコは依然としてコワーキングコミュニティ内において大きな存在感を持っており、パリソマイノベーションロフト、ハブソマ、シチズンスペースなどを含む、 現在増加中のコワーキングスペースのホームベースでもある。サンフランシスコを拠点とするコンサルティング会社シチズンエージェンシーはシチズンスペースというスペースをオープンしてコワーキングを積極的に促進してきた。ここではデスクスペースを賃貸しつつ共有エリアでは無料のドロップインができる。またコワーキングはその他の都市部にも広がっている。例えば現在は オレゴン州ポートランドにも、盛況なコワーキングスペースが多数ある。日本国内でのコワーキングの始まりに関しては、諸説あるが、カフーツが2010年5月に、国内で最初にコワーキングという名称を使い、欧米の先端事例を取り入れた形でサービスを開始している。ありがとうございます。